どうも、始まりました。むちちゃんね。さあ、今回はですね、はい、ゆじくんにお出てきました。はい、ゆじです。ということで、いやー、はい、本当にイギリスでお会いできるとは思ってなかったんで。そうなんですよ。前にね、出てくれた時は浅草に。そうですね、はい、浅草で。なんか誰かいませんかみたいなのなんかツイートした時でしたっけ。そうですね、お会いできる方ってなって。いつでしたっけ ?2年前とか、1年半とか多分それぐらい前だったと思うんですけど。で、今回は、誕生日の時にね、LINE でもし誕生日登録してる人いたら、出てくるじゃないですか。はいはいはい。それで、あ、そう、まゆさんと同じ誕生日で。そうですね。で、あ、だったら二人になんか送ろう。いや、ありがとうございます。送ったらイギリス来てくださいって。あ、そうそうそう。まさかのあったんで、あ、じゃあ行きますって言って来ました。いやいや、びっくりしました。まさか来ていただけるとは。フッカルに。いや、本当にさっきもフッカルすぎて二人でバンクシーを見に行ったんですけども。そう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 。バンクシー見に行ったんで、その時の映像が見ますか。すごい。ユジクに撮ってもらう。光栄です。で、もともと高校時代イギリスで。そうですね。その状況をこう発信してて YouTube で、うん、でその後ミネルバ大学、もう本当にごくわずかな人しか行けないミネルバ大学にユジさんが行って、あ、そうだ、ミネルバのシステムとなぜ今イギリスなのかを。あ、そうですね、はい、まあ、ミネルバ大学自体がアメリカのサンフランシスコにあるんですけども、はい、4年間7都市を回るっていう、まあ、変わった大学でして、はい、どっかのランキングで The World Most Innovative University ランキングみたいなのがあって、まあ、どこが出てるか知らないですけどまあでも結構インスタとかそれ上げたら3万件いいねとかついてます、はい、忘れたんで、まあ、そこそこ信憑性あるのかなと思ってるんですけど、まあ、そこで2年連続1位をいただいたみたいで、うん、であと合格率がまあ 1% ぐらいっていうので、それでちょっとマーケティングとして売り出してるっていう感じで、入るのめっちゃ大変、まあ、でもそうやってちょっと煽ってる感じではあります。で、4年間で何都市を回るので、まあ、1学期ずついろんなところに行くんですけど、まあ、1年目は前期がサンフランシスコで、そこから韓国のソウル、はい、で2年目が台湾の台北で、次がハイデラバード、インドのハイデラバードですね、はい、でその後にアルゼンチンのブエノスアイレスで、今イギリスのロンドンにいて、次にまた違う国に行くっていう、次はドイツに、はい、行きます。すごいですよね。みんなもう入った時から知ってるのか、後で言われるとか、はい、そうですね、基本的に行く国っていうのは決まってるんですよ、はいはいはい、でもコロナで結構順番がバラバラになったりとかして、上の学年とかとはちょっと行く順番がバラバラになったりっていうのはあるんですけど、うん、基本的に行くところは決まってます。でも1個下の学年からロンドンがなくなったらしくて、なんで今で、しかも台湾とブエノスアイレスどっちかを選ばないといけないみたいになって、はいはいはい、僕の学年まで7都市なんですけど、はいはいはい、僕の1個下から5都市になっちゃったみたいで、ちょっとそれはかわいそうだなとは思ってるんですけど、うん、ロンドンの今借りてるレズホールとちょっと問題があったとか、うん、はい、であと高騰しすぎてて、ちょっとアフォードできないっていうのもあるとは思うんですけど、で僕の1個の上の学年もちょうどコロナがかぶっちゃったので、うん、全く行けなかったんですよね、最初の方ローテーションシティに。だから彼らも全部の年行ってないんですよ、だから僕はもう本当にミラクルの年に行けたっていうことで、ラッキーだった、ね、本当にラッキーですね。何をどう学ぶんですか、それ。そうですね、まあ、僕らは基本的に1年目はレベルアーツみたいな感じで、はいはいはい、もういろんなことをやるんですよ、うん、それこそもう本当にソーシャルサイエンス、イコノミクスをやったりとか、あと Python で、はいはいはい、コーディングしたりだったりとか、うん、であとは Literature で、はい、まあ、いろんな昔の文献を読んだりだったりとかっていうのもありますし、であとはナチュラルサイエンスっていう、はいはい、ケミストリーとかそこら辺のバイオロジーとかも触れたりとかはするんですけど、で2年目から専攻が決まるんですよね。で僕の場合はビジネスマネジメントの、うん、まあ、プロダクトマネジメントを専攻してるので、もう本当に文献を読んでリサーチして、実際にまあプラクティカルなものを時々そのインスタ運用したりだったりとか、まあいろんなことをやるんですけど、で他の人は5つかなあって、ソーシャルサイエンス、ナチュラルサイエンス、で僕のビジネス、 AH ってアート、でもう一個が CS コーディングですね。へえ、そういうふうにいろんなことをやるって。そうですね、まあ専攻が5個あるっていう感じで、1年目はそれを幅広くやって、自分が気に入ったところをずっと詰めてって、で3年目からもっとコンセントレーションっていう、もっとその詳しいところに。それでも場所に関係ないってことなんですね。そうですね、ビジネスの人はこの国とかはないんですね、はい、あ、違います、もう全員200人ぐらい学年いるんですけど、うん、基本的に160人ぐらいはみんなで動いて、残りの40人は、まあ、40人もいないかな、2、30人はそのいろんな国にいたりとか、うん、まあ、基本サンフランシスコに行かないといけないんですけど、うん、もしそのローテーションシーンに参加しない場合は、うん、で一番多いのはやっぱりコンピューターサイエンスで、もう本当にもう彼らはずっとコーディングしてるっていう感じで、うん、あんまりそのどこにいてもパソコンがあればできるので、そんなに影響を受けないんですけど、ナチュラルサイエンスが一番少なくて、ナチュラルサイエンスで実験とかをしないといけないんですよね、うん、そうなってくるとラボとかがないとできないじゃないですか、うん、だから彼らが一番ディスアドバンテージかなと思ってるんですけど、まあ、僕らのミネルバって例
えば台湾とかだったら NTU っていうナショナルタイワンユニバーシティ、あの台湾の東大みたいなところあるんですけど、うん、そこと連携していて、そこのファシリティを全部使うことができるんですよ。そこで実験をしたりっていうのはできるんですよね、うんうんうん。まあ、ただ全ての学校全ての都市で連携してるわけではないので、まあ、できないことが多いっていうのは事実です。生活していく中で、はい、授業とかは多分英語だと思うんですけど、うん、外出たら違う国そうですねっていう状況ですよね。それ大変じゃないんですか？その僕結構人と話すのが好きなので、はい、それこそ台湾にいる時はその SIM カードを持たずに外に出て、はい、適当にバイクでグワーって行って、帰り道分かんないから人と話しながら帰ってくるってやったり、そういうのでちょっと中国語を学んだりだったりとか、あとはスペインのバーに行って、はい、スペイン人の人とちょっとつるんでスペイン語を学んだりとか、はい、まあ、僕は結構そういう新しい言語をピックアップするのとか好きだし、うんうん、通じなくてもなんやかんやワーワーしてたらなんとかなるんですよね。そういうのはちょっと楽しいので、まあ言語が通じなかったら通じなかったで違う楽しみ方があるっていうのは思ってるんですけど、やっぱりイギリスに来てみると英語が通じるので、うん、本当に楽なんですよ。アルゼンチンはねでも楽しかったって言ってましたもんね。そうですね、もう本当にイギリスと比べるともう反対だとは思っていて、うんうんうん、もう太陽はずっと出てるし、人は明るいし、もうチルだしみたいな、ね、だからこっち来たらなんかもうどんよりしてるし、どんよりしてます今もずっと曇ってますからね。まあ、人はまあそんなに別にアンフレンドリーかって言われるとそういうわけではないですけど、チルドが違うなっていうちょっと日本語おかしいですけど、と思いますね。冷たいみたいになるじゃないですか。そうそうそう、リラックスの方ですね。そう、リラックスの方の、はい、僕はそれぞれの国でいろんなトラブルが起きてて、 それが楽しいですよ実は。いや楽しい、楽しいことと楽しくないことありますけど、思い返すと楽しいですよね、はいはい。アルゼンチンでは何回か危険な目に遭っていて、はいはい、例えばナイフで刺されそうになったりとか、はいはい、であとは自転車こいでたら木の木片で殴られかけて、こう避けたんですよね、でこうやってバランス崩したら反対側に人がいて、首をガッて掴まれて引きずり下ろされなかったんですよ。で、はあ、頑張ってこうやってやったら、はあ、ネックレスをブチって取られて走っていかれまして、はあ、気づかなかったんですけど、はあ、でもそれ昼の2時なんですよ、はあ、それはさすがに僕がプレゼントできないじゃないですか、はあ、これは仕方ないかなと思いつつちょっと怖かったんですよね。まあイギリスに来たんですけど、イギリスでもちょっと買ったばかりの iPhone をすられてしまいまして、はい、まあ2日後にすられまして、はい、まあ本当にメンタルがやられた時期もありますし、その時はね、もうすぐにはまあ仕事があっていけないけど、3月行かないもしお金がないって言ってたらなんとか、ね、ありがとうございます。でインドでは僕あの狂犬病のワクチン受けてないのに、はいはいはい、野良犬に噛まれまして、あららら。で遺書書いたんですよ、もう死ぬと思って、ね、で遺書書いてたら熱が39度ぐらいガッと上がって、はいはい、あもう死んだと思って、はいはい、もう書けなくなって、はいはい、閉じて寝て起きたら36度5分まで下がってたんですよね。だからもう生き返ったと思って遺書消して新しい人間として生まれ変わったんですよ、その日から。怖いですね。で台湾ではブラックリストに載ってまして、台湾からバンされてるんですよね。どういうことですかそれって。僕ら3ヶ月しかなくて4ヶ月いたんですよ。で3ヶ月目にちょうどエクステンドしないといけなかったんですよね。無料で行けるんですけど、それ忘れてて1日遅れで行っちゃったんですよ、計算ミスで3ヶ月を。そしたら行ったらもう強制退国してくださいって言われて、もしくはファインを払ってくださいって言われて、ちょっと困るなと思って、うんうん、まあ、しゃあないからファイン払うかってことになりまして、まあ、200ドルぐらいだったので、そうなんですね、超高くはないんですけど、うんうん、その代わり1年間ビザなしで台湾に入れないですよって言われまして、だから日本人としてはまあバンされたような感じの。なるほど。それはアメリカドルの200。そうです、200ドル。そんな風になってるんですね。そうです。面白い。ちょっといろんな国でいろんなことがそうね、だからそういうのをね、楽しんでそうすると怖がらないでください、留学を。そうですね、多分ここまでなる人はいないと思うし、それこそ慣れてくるから、うん、僕も何があっても全然動じることがないんですよね。だからそういう意味ではもういろんな面において、まあ、自信ではないですけど、何が起きても動じない心っていうのはすごい強くなったなと思います、うん、留学するとそういうことがあるんで、だから僕もよく言われるんです、まあ、旅出るたんびに動画に出してるんですけど、うんうん、よく大丈夫ですねとか言われるんですけど、うん、いやもう慣れっこですからそうです、ね、何かが起こると思って言ってますから、うん、パスポートなくなったわ動じない。そうですね、起きたら起きたでネタになります。で今後でもどうしていくんですか、もう4年生ですもんね。そうですね、あの今やってることが基本的に学業もちろんかなり忙しいは忙しいんですけど、やっぱり自分の中で常に新しい自分のサービスだったりビジネスだったりっていうのをやりたいなっていうのはずっと思っていて、まあ、1年ぐらい前から実際に会社をちょっとあの立てたわけではないんですけど、まあ、でもプロジェクトベースでいろんなことをやってて、今やってるのは AI ベースで AI を使って、まあ、既存のサービスに AI を取り込んだりだったりとか、まあ、あとはもう
完全に新しいサービスとして一から作っていく、うんうん、で基本的に AI が関わってるんですけど、そういうまあスタートアップ的なことを、うん、まあ基本的に最近やってます。すごいですね。どうなっていく、まあね、 YouTube だけって大変ですからね。そうですね、やっぱり YouTube 自体も本当に一番やりたいことかって言うとそういうことではないと思っていて、4年間ずっとやってきてることではありますし、ファンの方もたくさんありがたいことにいるので、そういう方に恩返ししたいなっていう気持ちで今までずっと上げ続けてるっていうのもあるから、やっぱり自分の中でどこかである程度の踏ん切りをつけて、やりたいこととやるべきことっていうのはちゃんとバランス取りたいなっていうのは常に思ってます。なるほどですね。今後の活躍に期待ということですね。はい、という感じで伊集院さんにおいでいただきました。ありがとうございました。ありがとうございました。